イルティシュカラマイウルムチウンガイルティシュカラマイウルムチウンガは中国新疆ウイグル自治区北部にある運河でイルティシュ川の水をジュンガルボンチ西のカラマイ及び南のウルムチへ運ぶのでその名がある中央アジアでの考え用にイルティシュ川の水を運ぶアイデアは20世紀半ばにソビエト連邦で活発に議論されオビ川やエルティシュ川の水を南へ導いてアラル海を潤し 中央アジアのステップを農場へと変える大規模な自然改造計画の一環でシベリア化線流転計画が掲げられるもこの計画は計画の域を出ることなくエルティシュガーの上流がある中国は1997年7月にエルティシ川上流に運河を築いて新疆ウイグル自治区のカラマイ油田周辺地域を 考えする635工程を発表して、イルティシュからマイウルムチウンガは建設されることとなった。モンドは134キロメートルで、2000年にイルティシュ川上流アルタイ地区ブルルトカイ県に完成した635工程ダムから南へ向かい、地点でウルングル川を越える。地点で西複水路と東複水路に分かれる。 門戸寺から分かれた西福水路は、唐舞方面へ向かい、途中の北緯46度7分45秒統計、85度25分35秒、北緯46.12917度統計、85.42639度、46.12917、85.42639地点で白洋川を越え、唐舞市街区の南にある、相倉貯水地で終わる。 近年石油産業で膨れ上がったカラマイの需要を満たすため、西複水路が最初に完成した。東複水路は 420km で、まずグリバン・トゥンギュと砂漠を長いトンネルで通過して、ほぼ無人のジュンガル・ボンチを南へ向かい、ウルムチに終わる。そこではいくつかの支流にも分かれて、この新疆ウイグル自治区主婦を呼び、近辺の水需要に対処する。イルティシュカラマイ・ウルムチは、 イルティシュ川の水流を止めるので、下流のカザフスタンとロシアから懸念が示されてきた。特にカザフスタンは、イルティシュ川沿いに、いくつかのダムを作っており、イルティシュからガンダウンはこの川の水に依存している。ありがとうございます。